皆さんこんにちは。ちょうど1年前も今日みたいに蒸し暑い日でしたよね、覚えてます？で皆さん方にお聞きしたら、今日は重いですねって言うたら、どなたかで私も重いんですわとか、重いはそれぞれなんですけどね、とりあえず重いなと言うてました。でまず最初に今日はね、ビッグニュースが入ってましたよね。ご存知ですか？大リーグの大谷翔平が、サイクルアンダー、ホームラン打って、次、二塁打打って、三塁打打って、で次に、シングルヒット打てたらええのになって言ってたら、ほんまに打ちましたよね。で要は4打数4安打の3打点とかいうことですけどね。でこれも日本選手としては初めての、快挙ですね。まあそういう素晴らしい日に今日は、こういう交流会を開けるっていうのが、ね、非常に支援センターとしてもありがたいと思っておりますので、2時間余りですかね、それまでの間、皆さん方のご意見をお聞きしたり、皆さん方のお話もお聞きしたりしたいと思います。そういう話があって、とりあえず、挨拶をさせてもらいました。いつもね、ヘイスは本当に市民活動支援センターにご支援ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。で本日はお忙しい中、そして鬱陶しい中をね、このように市民活動、団体交流会に多数お越しいただきましてありがとうございます。で昨年同様、市役所の方からは、福祉介護グループの福井課長、それから、社会福祉協議会の方からは赤瀬主幹、今度ね主幹になられたそうなんです。で先ほどちゃうか、3月までではなんか係長だったんですけどね。で係長と主幹と違いないのは当然のことながら、主幹の方が偉いんですよって先お聞きしたら言うてましたからね。素晴らしいことやなと思っております。そういうお二人をお迎えしまして、去年同様、総合事業についてのお話を、講義をやっていただくということでございます。でこの総合授業というのも、ちょうど2年前平成29年から、スタートしまして、去年もお話がありましたように、去年以上に今年は、そういう講座の内容を、ね、皆さん期待しておりますので、副会長並びに、赤瀬主幹さん、よろしく講義の方をよろしくお願いしたいなと思っております。甚だ簡単でございますけど、挨拶を感謝します。ありがとうございました。